やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。はい、どうも皆さんこんにちは。今日は回転わんこそばくるくるわんこさんに来て、貸し切りで配信をさせていただいております。配信者の皆さんを呼んで、わんこそば大会ということでやっていこうと思います。暑いっすね。今回は女性陣にも来ていただいてます。なるほど。ラムちゃんとにゃこさんに来ていただいてます。はい、それでは、わんこそばの食べ方ルール説明からさせていただきます。はい、40分のお時間制です。はい、はい、たくさん食べるコツってありますか？はい、たくさん食べるコツ、食べる回数減らしてください。なるほどね。食べた回数分満腹中枢刺激されてお腹いっぱいになっちゃうので、もう一つ大事なことが水分ですね。お水飲みすぎちゃうと胃に入ったお蕎麦がどんどん重くなるのと、もちろん胃の容量も減ってしまうので、もう一つ、うちのお店で3人以上でわんこそばチャレンジすると、いつもはダチバトルというイベントが発生して、最下位に罰ゲーム、トップにちょっとしたご褒美が出るイベントがあるんですが、今回どうしましょう？入れましょう。入れましょうか。無理でしょ。私のお腹の薄さ今記憶しといて。ポンポンになる。こんくらいね。これはいいね。これで蓋がかかってるやつって何ですか？これはイベントのお椀で、フォーチュンワンコと言いまして、当たると空っぽがあったり、薬味が入ってたりします。なるほどね。外れると最大で20倍のお蕎麦が入ってます。絶対やだ。外れは引いちゃったら食べきらないと次のお椀に手は出せません。それでは第1回戦4名様ですね、カウントダウンをいたします。はい、タイマーのスタート、押したら食べ始めてください。制限時間40分頑張っていただきましょう。いただきます。うまい。うまいですね。いただきます。いける。100、うん、うまい。余裕、余裕、普通に食ってるよ。うん、おいしい。余裕じゃない、これ多分300くらいいけるな。言うね。いつもだと女性に判定大体40から50、僕の独断と偏見で与えてるんですが、こちらのラムさんに判定あげてもいいですか？あ、めちゃくちゃ早い。大丈夫ですか？はい。最終的にこちらラムさんには60杯追加で判定をつけます。ラムちゃんもう60杯食ったと思います。いや、今はもうすでに73杯みたいな方ですね。うわ、強っ。トップの6番のお兄さんは320杯ぐらいのペースです。すごいじゃん。ただそんな甘くないです。後半どんどんね、お腹が重くなると手を進めてきますよね。最初の20分間ちょっとで頑張ってください。もう動きが機敏じゃなくなった。3分の1じゃなくなった。最初からすごく良かったんだよ。なんか皆さん多分配信してると思うので、ちゃんと喋らないと見てる方々が集まってくる。喋りながらちゃんと食べてください、ね。やめてよ。生姜とか大根は消化を促進してくれますのでね。あ、まだまだった。ごま大好き。ごま大好き。わっと。当たりかよ。いや。何が見きてほしかった。マジかよ。スタさんだけが今ガチで勝ちきてる。一言も喋らない。なんだよ。喋れよ。話せない。会話しろよ。競技これは。競技じゃないよ。おい、感染じじい、完全に急にいた。皆さん、手を挙げるともう追いつかれます。92と89です、今。200杯食べれる人は、男性だと上位 10% から15% ぐらい。いや、ちょっともう、100でお腹いっぱいになっちゃうのは結構カッコ悪いっすね。男性だと。現状最下位は6番のお兄さんです。現状最下位6番のお兄さんですからね。ちょっとやばいよ、お前。いや、噂の20倍ですね。来たおー、だよ。20倍だ。ちょっとこっからすぐに勝ちそば、勝ち分そばやるっすわ。いいね。うん、これで終わりか。20分経過。今の時間が半分経ちました。残り1分切ってます。スターターの2倍っていった？え、7倍、7倍、7倍。お前さ、俺見ろよ、お前。俺もこちら4番のお兄さんが100で言うと、スター、これいきます。スター来た、スター。あ、でも軽い。え、軽い。あやだー、なめこでーす。赤いゲットですね。
そろ残り時間10分になりそうです。80超えましたよ、80超えました、もうちょっと。さあ、4番のお兄さんはそろそろ130ですね、今で128、ちょっと減りました、ちょっと減りました、ちょっと減りましたね、あと12分かけていいですか、150ぐらいいってますよ、これね、多分だから。ちなみにこれ全部食べたとしても120杯ぐらいなんで、はい、ロンバーのお兄さんにも負けてます。なんか、すごいですね、なんかすごいね、お腹やむや、やんま、すごい、やんま、うわー、すごい、かったい、すげえ、だって胃に溜まってるね、ここだけっつうのが膨らんでるのが、それぐらい膨らんでるとちょっとわからないんですけど、大体の方が後半戦飛びます。熊本市ですね、はい、熊本市ですね、おっぱいみたい、これってプロもやりますか。プロもやります。あ、熊本市でプロもやんだ、これ意味ある、意味あります。おそばは下に落ちます。15杯で1人前食えなかったって言っても、あと1杯天気、お前あれだよ、大会だったらお前ツイッターのプロフィール書けよ、え、ファンコスマ大会再開、いいよ、バリバリさあ、さあ、おやさん100杯行きました、おめでとう、さあ、4番のお兄さんはでも最初から最後まで手が止まらないですね、一人だけ。素晴らしい、ずっと手が動いてます、お兄さんだけ、素晴らしい。156杯目、食えそうな気がしてきます。でもやめるって言っちゃう。本当に会話なくなってるよ。後半戦クソ静かになった。ああ、無理だ。はい、お疲れ様でした。うわ。それでは3番のお姉さん、ナミさん、最終記録は100杯ジャストでございます。お疲れ様でした。超えたので記念品のこちらクルクルワンオリジナルアステです。ありがとうございます。刺繍が超かわいい。4番のお兄さん、最終記録が167杯です。お疲れ様でした。こちらも同じくクルクルワンオリジナルアステです。ありがとうございます。さあ、5番のお兄さん、最後記録が伸びまして180杯です。ありがとうございます。そして最下位の6番のお兄さん、109杯大好きに140なんですが、109杯で、最下位なので罰ゲームご用意いたしますのでお待ちください。100杯を超えてるんでね、これがオリジナルマッペンです。お疲れ様でした。あ、こちら当店自慢の餅の木茶でございます。ちょっといただきます。え、もちのきちゃん、一気になんのがいい、え、なんかでも、えぇ、ー、いや、そうじゃないや、もうやめてもいいや、うまい、オーバー、オーバー、オーバー、ちょっと、ちょっと残ってる、ちょっと残ってる、いい、いい、いい、え、うまっすね、楽しそうだな。お前飲めよ、マジで、お前飲んでみろ、飲んで、今までで一番苦い、色んな罰ゲームで、やばっ、世の中で一番苦い。いや、マジで本当に、もう今までのバレーです。一番苦いです。いい反応、ありがとうございます。で、優勝した5番のお兄さん。5番のお兄さんは200杯食べた方と同じこの金色のバッテンを。いいな、いいですか。は
はい、ありがとうございます。いいのアップはいいね。もう一枚プレゼントになってまして、チャンピオンチケットと言います。チャンピオンチケット、チャンピオンチケット持ってるとこのガチバトルが無料になります。これ有効期限3ヶ月なんで、3ヶ月以内に生贄2人連れてきてもらえればお兄さんは無料でまた渡すことができます。お兄やと吉野もしかいないよ。あ、下でちょっと餅の木ちゃん感動するレベルで苦いぞ。これ飲んでるじゃん。いやもうびっくりしたわ。全然いけるかも。いけない。なんかグレタの方持ってたんですよ。何？ないっすね。何が？いや俺が。俺がグレタだっていうの。あいつなんか田舎の。俺が？俺そんなヤンキーっぽかった？やっちゃう。そんな。やんない。はい、うつうつして、やんない。本当ですか？そうなんだ。人違いだよ。今日、いけそう。はい、いけそう。何杯、なんかちょっとずれてんな、話が。父ちゃんね、うん、ちょっと近いんですよ。そうね、坂さんには勝ったら。やっぱりなんか、これを勝たないと。普段から多い？いや、無事です。100杯目指して頑張りましょう。いや俺あのヤンキー全員ゲーミングチーム作るとかないんで、あのフォイみたいなルートみんな行くだけないんで、よかったもん、よかったもん。おかしい、マルチに払ってね。俺がいや全員リスペクトしてる。そうですよね。いやそうだよ、ない人はいない。全員リスペクトしてる。聞きたかったんですよ、うん、何を。あ、そうでもね、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。全員座りぐらいで。宮古さん頑張れ。というわけで今回のメンツは宮古さん、はい、釈迦さん、宮古さんに負けそう。で最後帝王と。こちらに負けそう。帝王で。ちなみにハンデはさっきと同じ60でいいですか？はい。声でかハンデの。ハンデの声でか。ルール分かってる。これを、うん、違う、あ、違う、これを、これに入れて、つゆが薄くなってきたらここに入れる。これ、ここ入れちゃダメよ。あ、そうなんですね。うん、そうそうそう。やっぱ分かってるね。何これ、つゆ、これをこれに入れるのよ。これをこれに。もう入れていいんですか、うん、ちょっと待って、ちょっと待ってんだよ。リラックス。はい、それでは、2回戦目、3名様、カウントダウンをいたします。はい、タイマーのスタートを押して食べ始めてください。あれ何これ、ね、それ押したら終わっちゃうから。今ちなみに、6番のお兄さんがこれで7番なめ、なんだえ終わりですか？喉に詰まった、よかったよかった。どうですか、皆さん、調子は。美味しい？ん？美味しいですか？私は話かけてるんですか？そうですよ。はい、美味しいです。美味しいですか？よかったです。食べないから。そば普段食べない？食べない、うどんなんですよね。あ、うどん派なんですって。いいですね、気持ちは淡々と。これで10杯です。いや、でもこれ、ね、早いって言われるの不安だわ。いや、そうそう、俺も一緒だよ。こちらが14回で、これいけないと思うけど。なんかちゃん、選曲にそれずっと保てそうだね。あ、20倍えだ、さらっと20倍も引いていく。ふた付きほぼ全部引いてるじゃん。全部それでいいんじゃない。今、一口あったよ。20倍はなかったもんね。お姉さんもね、もう20超えてます。みょこさん、早くね。みょこさん、はい、なんか今打って、うん、大丈夫？喋んのうまいなお客さんです。バロランドやってる人って集中力やっぱ高いですかね。宮子さん今集中してないですか？あ、そうですね。集中できないっけ。集中してないって。これマイペースのお姉さん。マイペースなんですよ。すごい。あ、でもごめんなさい、さっきうどん派って言っちゃって。正直だからいいんだよ、そこは。これ入れる時間だから。あ、リスみたいになってきた。あ、来てますか？無意識に来るんだな。来てますか？釈迦さんはすでに限界が近づいてきている。ガチな話何割来た？今感じてる？感じてる。ガチな話。8
入ってきてます。いいね。トラネ。トラネの。なんか流れてきてる。余裕でするし。流れてきてる。トラネさん、12分で100杯達成でございます。おめでとうございます。いやー。やば。いや。ペースなんもわからん。淡々と。確かに。なんだよ。なんだよ。ふざけんな。そんな口で喋る。弱者は喋んな。何杯でしたっけ。109だよ。スタッフ用のスペースになるんで、はい、そっちであのよかったら、あ、いいですか、はい、おいおい、本当に行くのかよちょっときつい、あ、きつい全然普通にきつい109はいけそう、109はもう多分いけない、109はね、109は絶対こそ、まずはね苦しい顔しすここで休憩した後にちょっと後で合流してもらって、あー危ないよ危ないよ、高田さんかなりグロッキーでした、あ、マジ、うん、もう無理そうだった、うん、そのタバコ吸って、うん、吐くと同時に、うん、出てきそうでした残り20分ぐらい、今どのぐらい経ってるんだろう、待って、略称飲み込んでてない、でもさ、もう一番乗りなさい、頑張れ、あと3杯飲みたらさっきの1回捨てたらこれで180杯、きょうちゃん、すげえ、淡々と、さっき40分かけて180食べたんですが、今もうこれ23分で181杯、すごいペースが落ちてない、おめでとうございます、お、来ました、110です、わー元気声、ガッツ見せすぎ、いや根性見せすぎ、横でお姉さんこれで、え、来ましたか、はい、行きました、あー、おめでとうございます、いや、そうか、蓋どうすか、やっぱ横、まだ椅子、え、元気声いくかもしれん、これだからな、それは気まずいな、いやけど、本来の俺はあれだからね、プラス20のところにいるからね、だもういいって、それはずっと言って、女の子相手に15倍くらいかな、女の子とちゃんと競って、しかもハンデのことずっと言ってるうっせぇよ、そこまで我慢して体に取り付けたの、これ200どこだ、これで、あと何杯ですか、あと3杯です、3杯、197、前回ギョーちゃんは YouTube でこの曲チャレンジした時は200杯で記録を終えています、現在198杯、ギョーちゃんそれ、出来がいいねって言ってましたけど、過去の自分と戦っているもう一郎選手はい、これで200杯です。イエーイ、すごい、自分に勝ちましたね、過去の自分に、200はやべえ、超えた超えた、クマちゃんだったのが108杯目です、これ108杯目、元気声、元気声します、ちょっと待って、元気声すんのもはい、お姉さん110杯、いやー、すごい、どうしよう、でも元気あるじゃない、蓋付きなんだっけ、蓋付きの20杯ダッサお前マジダサいやん、あいつダサいな、ブルーティー飽きてました、あ、味に飽きたわけじゃなくて、これ淡々とした作業に飽きちゃった、なるほどね、薬味とか試してみましたか、ここ、意味ない、これなんすか、これめちゃめちゃ、いや、生姜なんで、すりおろしてあるからこういうものなんですけど、わー、すごい、これコメントまで見れんだ、あ、そうなんですよ、いや、ヤコちゃんのすごいところさ、ヤクミちょっとさ、これで、これで209ですね、今日アリティングがいればね、あ、ミヤコさんあれですね、あの競技を終わっておいて、あの工場見学に入りました、あ、皆さんもう席に誰もいないというこのヤニ2の工場見学1ということで、私も吸いたいな、私も吸いたいな、誰もいない、209いったらもういい、じゃあ実際実際もういいでしょ、実際きょうちゃんあと9杯食べてほしい、ケンキさん2杯、そう、2ケンキになる、2ケンキってほしい、2ケンキ目です、
フラムちゃんからのお願い。入りますか？入りました。入りました。かなりグロッキーな回となっております。グロッキーすぎよ。グロッキーすぎだ。待って待って。顔青いって。おいおい。体調悪そう。体調悪そう。218杯。すごい。2件機行きました。ラムちゃん行っちゃったよ。すげえマジで。2件機行った。2件機行きました。すごい。オッケー。16杯。すごい。116。127杯。いやーでもさすがにシャカさんが勝っている。でも宮田さん一応10杯で追いつくって。10杯追いつくって。10杯で追いつくって。それ俺が食わなかったのですから。ちゃんと競っております。2個いける。やるっすよ。気絶の時吐かせろ。危ねえ。やばい、朦朧としております。かなり朦朧としている。限界まで来ております。手元がおぼつかない。過酷な戦いとなっております。ヤコに追いつかれたらやばい。ヤコ今ヤコさん、もう釈迦の方を見ながら、釈迦の方を見ながら食べる。あと何杯かあって。残り5分で7杯差です。もうシャカだ。167はいけなそう。150はいけそう。もう本当にさ、入り血液行き過ぎて指先の感覚なくなってんだよ。さっきから箸を落としまくってんだよ。足震える。もうちょっと頑張ったら男性平均なんで、140で男性平均。当たり引いたら、だって食わずに1分。そうだよ。ほら、当たり。あ、食べずに飛ぶスピード。やばい。宮古さんから、宮古さんからのメッセージ。私は引いたけどね。この配信を見た人は一天気を超えようっていう一つ。あれ？よかった。危ねえ。生配信です。一応。下がもうあと2杯だ。残り30秒。激闘。出てきた。どっちが勝つか。気をつけて、吐かないで、生配信をしております。生配信。やるか。ギャンブル行きました。お姉さんの方が140杯。お兄さんの方が142杯。あー行きました。危ねえ。さすがでございます。さすがでございます、今日一応さすがです。それではですね、食べた杯数はお兄さんの方が多いんですが、ハンデが60円ありますので、4番のお姉さんはハンデ貸して200杯。罰ゲームですか？あんなに頑張って。いや、いいんだけど、はい、これ飲んでも吐かないかな。あの、センブリとかより若干優しいんで、吐かないように調節をしてあります。絶対吐かない。絶対吐かない。配信者なんで吐かない。吐かない。うわ。なんか麻酔の味する。とりあえず麻酔と。歯医者さんの麻酔。ああ、なるほどね。イメージしやすいわ。ありがとうございます。新宿にありますので、みんな来てね。
ということで今回配信者をたくさん集めてわんこそば体験会ということで第2回もしあったら釈迦は必ず呼びますので、俺は大きさくねえな。はい、